5日、今治地域地場産業振興センターで、今治市民の祭り振興会の定期総会が開かれ、今年の運幕の事業計画が決まりました。この日は、市内の各種団体の代表者など、およそ110人が出席しました。そして、まずはじめに、今治市民の祭り振興会の檜垣清隆会長が、今後も市民の祭りとして末永く引き継がれ、市民に愛される祭りになることを願っていますと挨拶をしました。続いて、振興会名誉会長の官僚寺山里市長が、音幕という今治のマグマを発散し、大人はもちろん、これからの今治を担う世代に、今治っていいねと思ってもらえる祭りにしたい、一致協力し、力添えお願いしますと挨拶をしました。そして理事に移り、担当者が昨年度の事業や収支決算について報告をした後、今年度の事業計画と収支予算の説明が行われました。今年度の事業予算は6398万円で、この日は出席者が拍手をして承認しました。今回で22回目となる今治市民の祭り音幕は、芽吹くをテーマに8月3日と4日の2日間行われます。今年も昨年と同様に本部をハーバリーに設け、3日の本祭りは今治ことぶき太鼓保存会の演奏で幕を開けます。続いて祈願祭と開会セレモニーが午前11時からハーバリーのピロティで行われます。商店街では姉妹都市広島県尾道市と群馬県太田市とのセレモニーや、尾道踊り隊、尾道ベッチャー太鼓によるパフォーマンスが披露されます。広小路お祭り広場では午後4時からダンスバリ祭、午後6時45分から檜山お祭り音頭と音幕の見どころが続きます。今年は77の踊り連、およそ4800人が参加する予定です。また午後6時からの広小路お祭り広場では、市内18団体の獅子が一斉に舞い、杉石が共演、今治が誇る郷土芸能を間近に見ることができます。近年恒例となっている市内外の高校生が歌やダンスなどを披露するワンズユースは、今回今治港にある水上交番周辺にステージを設けて行われることになっていて、ここでは消防団音楽隊の演奏やはしご奏法、松山大学チアガールによるパフォーマンスも披露されるということです。続く4日は厚祭りです。午前10時辰野口公園は音幕フレンドパークとなり、午後3時半まで子どもたちがさまざまな遊びで楽しむことができます。手作りおもちゃ、左官屋さんに教わる漆喰のピカピカ泥団子作り、ミニ四駆、スラックライン、スライム作り、水鉄砲大会と目白押しです。また商店街では午後0時からしまなみ海道太鼓による和太鼓のコンサート、午後5時半からは市内の社会人ビッグバンド、スウィングキッズジャズオーケストラの演奏が行われます。そして午後8時からは音幕最大のイベント、音幕花火。芽吹くをテーマに、今年もおよそ1万発の花火が夏の夜空を彩ります。新時代に芽吹き咲き誇る、テーマに込められた思いとともに、初登場となる全長200メートルのナイアガラで令和最初の音幕花火が開幕し、クライマックスでは今年も尺玉100連発が咲き乱れます。なお振興会では昨年に引き続き花火の有料観覧席を販売します。価格は前売り券が1人1000円から5000円までで、11日午前9時から販売開始です。座席の配置など詳しくは音幕のホームページに掲載されていて、問い合わせ先は今治商工会議所音幕花火有料観覧席販売係となっています。